いらっしゃいませ。読書書友のライブラリーチャンネルへようこそ。今日は本を扱うときにしてほしくないこと第2弾をお話ししていきたいと思います。図書館を結構使われてて、そんなこと当たり前だよっていう方ももちろんいらっしゃるかと思いますが、図書館これから使おうと思ってる、どういう注意事項があるんだろうという方は前回の動画と合わせて最後までお聞きいただけると幸いです。では一つずつご紹介していきます。一つ目はタバコやペット飼われている方に気をつけていただきたいことです。まずタバコを吸いながらの読書や、タバコを吸ってる部屋で借りた本を一緒に置いておくことはできれば避けていただきたいです。と言いますのも、結構タバコの匂いって強いので、ご自身で気づいていなくても、本に匂いが移ってしまったりすることがあるんですね。で、タバコを結構吸われてる方っていうのは、おそらくご自身でその匂いっていうのにあまり気づかれてないかなと思うので、もう最初から部屋を分けておくですとか、本をビニールや匂いの通さない袋に入れて保管しておいて、タバコを吸っていない時に読むだとかの対策をしていただけたら幸いです。タバコの匂いっていうのは吸わない方にとってはかなりきついものですし、気管支が弱い方なんかにはかなり咳込んでしまったりもするので、ぜひご協力お願いいたします。それからペットですね。飼われている動物かなり可愛いと思うんですけれども、ペットがその借りた本を入れてるバッグなどの近くに座ったり、その上に乗っかったりすると、どうしても匂いや毛が移ってしまうことがあります。本自体に載っていなくても、例えば布製や紙製のバッグで匂いなどを通してしまう可能性もあるので、なるべくバッグはナイロンやビニール製のものを使っていただくと、かなり匂いの移りを軽減できるかなと思います。自分のペットはシャンプーもしてるしだから大丈夫っておっしゃる方結構多いんですけれども、自分の見ていないところでですね、猫ちゃんやワンちゃんをはじめとしたペットがこうマーキングをしてしまったりとか、毛が入り込んでしまったりとかすることも稀にあるので、できれば気をつけて本を読んでいただけると図書館員としてはありがたい限りです。心苦しいんですけれども、ご協力よろしくお願いいたします。ペットが可愛いのはもちろんわかるんですけれども、そこを守っていただけると、例えば次の方がペットアレルギーだったりした時に命に関わる問題にも発展しかねないので、ぜひですね、そこら辺は気をつけていただけたらなと思います。タバコやペットの匂いがわからないけど、もしかしたら自分が借りた本映っちゃってるかもしれないって気になる方、そんな方はですね、本を立ててこんな感じで広げて、もうタバコも吸わない、ペットも絶対来ない場所で少し干しておいてください。それだけでもちょっとは軽減されるかなと思います。それからさっき言ったように、ナイロンやビニール製の袋で覆っておくとかいう対策もできますので、お試しください。二つ目は書き込みをしないということです。借りている本なんだから当たり前って思う方多いと思うんですけれども、図書館に勤めていると結構本の書き込みって多いんですね。
それも鉛筆で書かれている方が多いので、鉛筆なら消せると思われているのかもしれないですが、鉛筆であっても筆圧が本自体にかかってしまうので、書いた跡がなかなか消えないんですね。そうなるとその本は破損の本になってしまうので、ぜひワークシートや問題なんかが書いてある本なんかでは、そこの部分をコピーしたり他の紙に書くなどの対策をしていただけたらと思います。3つ目は切り取りをしないということです。こちらもさっきと同じで当たり前だろうと思われている方は多いと思うんですけれども、たまにあります。ルルブの雑誌や、それから児童書の切り取りって書いてある付録の部分ですね。そこは、図書館の財産の一つなので、切り取りだけはやめていただければと思います。もしそこの部分が欲しい場合は、やはり先ほど申し上げたようにコピーをするなり、もうどうしても欲しい場合はご自身で書店で買っていただく方が、お互い気持ちよく、利用できるかなと思うので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。図書館の本っていうのはみんなのものですので、ぜひ借りているという意識を持って、匂いや書き込み、切り取り、それから前の動画でも話したような、破損なんかに気をつけて、読書の方を楽しんでいただけたらなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも面白い本の情報や読書に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録お忘れなくしておいてください。またコメントや高評価もしておいてくださると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。